若い頃のブザンバル男爵、ジャンマルク・ナティエが、ピエール・ビクトル・ド・ブザンバル・ド・ブルンシュタットの肖像が、アンリ・ピエール・ダン・ルーが、1791年。ピエール・ビクトル・ド・ブザンバル・ド・ブルンシュタット男爵は、フランス王国の軍人。ギャルド・スイスの最後の隊長で、フランス革命最初期における役割で知られる。ギャルド・スイス隊長、ジャン・ビクトル・ド・ブザンバル・ド・ブルンシュタット男爵の息子として、 ゾロトゥルンで生まれた。オーストリア継承戦争中に、ブロイ公爵の自重部官を務め、7年戦争では、オルレアン公ルイ・フィリップ一世の自重部官を務めた。その後は、ギャルド・スイスの隊長になった。1789年に、フランス革命が勃発した時、ブザンバルは、王答派に留まり、国王ルイ16世が7月に、パリで集結させた軍勢の指揮官を務めた。 しかし、ルイ16世が軍勢を集結させたことが引き金となって7月14日にバスティーユ襲撃が起こり、ブザンバルは無意無作でしかも逃亡しようとした。彼は逮捕されてシャトレの裁判所で裁判にかけられたが、無罪判決を受け、以降は世に知られずに暮らして1794年にパリで死去した。死後、回想録が千八百五年から千八百七年にかけて、 ルイ・フィリップド・セギュールによって出版された。回想録には、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの宮廷に関する抽象的な話が多く含まれたが、ブリタニカ百科事典第11版によると、それらの話が真実かどうかは定かではないという。ありがとうございます。